爪山からしますと追いつくところまで行けるかどうか。それだけこう足が動かなくなってきてる分、シャトルが真ん中真ん中って寄ってくるんですよね。そういったところを常山選手がしっかり、今のショットですよね、はい、真ん中に寄って、また上げてくる。これも拾う。これも拾う。アウト。桃田3連続ポイントで逆転。いいショットですが、よく取る。今度はポイント常山1点差。今の攻防どうご覧になりましたか。はい、最後この常山選手スマッシュの後ですよね、なかなかこうネット前で決めに行くプッシュで、より前に落ちるのでなかなか取ることができません。桃田選手大事なところだっていうの分かってるので、はい、今は積極的にただラリーを続けるだけじゃなくて、よいしょよいしょチャンスがあれば自分でポイントを、常山です。クロスは決まった。桃田全日本総合3連覇。